ど。こちらですね。売込集のない広告。まあ、どう作るという。おちなみに、売込集って何ですか、はい、まずそもそもが。ゴリゴリにね、押してる感じのやつとか、心理的に抵抗があるみたいなね。うん、そんな話が、あったので、このテーマになったと。なるほど、なるほど。じゃあ、これどうするのかというお話で。まあ、まず、やっぱり、売込集のない広告をどうやって作るかっていうのも大事なんだけど、その前に、売ることに対して、なんていうか、後ろめたさみたいな感じるわけでしょ、うん、そういうことですね。そこはね、やっぱまず克服してほしいところかなっていうのは思うよね。うん、皆さんのね、扱ってる商品が、お客さんの人生を豊かにするんであれば、結構ご利用しても売ってあげた方がいいですよっていうのは、そういう考え方になってほしいなって思う。うん、結局、お客さんっていうのは、なんかね、やっぱお金をこう、奪うようなね、売るっていう行為は、イメージがあるじゃん。はい。でも結局交換だからさ、奪うことになってないんだけど、じゃあそれをやらなかったとはどうなるのかって言ったら、あのお客さん結局他のことにお金使うから、間違いなく。で、他のことに使って、でその自分が売ってる商品よりも他のことに使った方がお客さん幸せになるって思うんだったら、別にそれはね、それはしとけばいいと思うけど、うん、絶対これ買った方がいいやんっていうふうに思うんだったらね、しっかりと売り込みちゃんとしようよっていうのは、あのまず一つ前提として。で、売り込み商品のない子をどうやって作るかって話なんだけど、あ、でなんで売り込み商品を感じるのかっていう話でね、どういう時に感じるのか。で、結局これ何なのかって言ったら、やっぱ一つは、やっぱタイミングの問題。タイミングがでかいですね。うん、こっちがやっぱ、売ってほしいっていう気持ちになった時は、ちゃんと売ってあげなきゃダメだし。だから、どれがいいかな、俺、この商品必要なのかな、とかいうふうに悩んでいるステージの時に、ゴリゴリ来られても、迷惑なだけだけど、もうこれに決めたいが、もうちょっと安く買ったらいくのになとかね。かそういう時は、やっぱ売ってほしいってことですね。もう一つやっぱクリエイティブの技術的な問題で、やっぱ売り込み集のこう強く感じる広告とかプロモーションっていうのは、相手のこと考えてないんだね。うん、ただ、なんかテクニックをね、こうひたすら散りばめて、こういう風に言えば売れるとか、こういう風に言えばその反応が上がるっていう、やっぱそのテンプレートみたいなのがあるんで、ね、その技術っていうのはその使いすぎると、やっぱ逆効果になってくるので、うん、それを分からずに、ただひたすら同じ技術とかでテクニックをボンボン使っていって、まあ、相手がゲームなりして、売ってほしいなっていうふうに思われちゃうというのは、多分これはね、一番の原因だと思うんです。だから技術っていうのは大事だから、そういうテンプレートとか、その心理要因とかね、絶対に使えるようになったら、覚えて使えるようになった方がいいんだけど、それをたくさん覚えた上で、ちゃんと、なんとか TPO に合わせて選んでできるようにならないといけないっていうのと、やっぱ、一番大事なのは、そのお客さん見てるかどうかって話。それがお客さんに向かってるかどうか。生身の人間にこう向かってるかどうかっていうのは、これ全然変わる。そうですね。これどうすると、はい、ディスプレイに書く人に書けってこと。